サーラスの会の三角天武道具でございます。いつもご視聴ありがとうございます。今回は防衛部署防衛編成総選挙をお届けしたいかなと思っております。何気にね、防衛に関しては久しぶりにやるんですよね。防衛編成に関しては4ヶ月ぐらい前にはやってるんですけども、防衛部署に関してはもういつからやってないのかっていうのがわからないぐらいやってない感じになってるんですよね。これはまあ防衛編成の時におそらく防衛部署の方もさらっと触れてるからっていうことやと思うんですけどね。 YouTube の動画のタイトルにはその防衛部署総選挙と言うたら銘打って作ってる動画っていうのがかなり前から作られてないということで、じゃあちょっと久しぶりにやってみるかということでやってみたんですけども、今回はですねかなり意外と言いますか、ちょっと撮ってないだけでここまでガラリと変わるんだなっていうぐらいですね、目新しくて、さらにこう言うたら選択肢も豊富なんですよね。すごいこう細分化されてる感じなんですよ、その票数がね。で、これは面白いなと思ったんですけど、統計の取った方法っていうのがですね、一応僕が銘打ってるベスト9と言ってる軍団ですね、この軍団さんのメンバー上から見ていって、仁義が完走してる人で、さらに完走って言っても通常の仁義ではなくて、専用仁義のみですねを完走させてる人ということなんですよ。なんで、言うたらこの天部やってる中でもガチ中のガチの人だけっていうことですね。もうその言うたら通常の仁義の場合は完走しててもノーカウントとさせていただいております。あくまでも専用仁義、まあ例えば猛角なんかは専用仁義ないんですけども、専用仁義がリリースされている武将に関しては全て専用仁義を装備させてますよっていうぐらいガチの人だけを数えさせていただいております。で、1軍団5人で一応打ち止めとさせていただいて、計45人から統計を取っております。これは以前から説明させていただいている通りですね、同じ軍団の人ばかりから統計取ってると、その軍団色っていうのが出て、結局その統計結果っていうのがですね、その言うたら統計対象の人数が多い軍団の色に染まってしまうというのを防ぐためですねに、このような統計方法を取らせていただいておりますので、ご了承いただけたらなと思います。で、今回はですね、防衛部署総選挙トップ10をやって、で、さらに防衛編成のトップ3を発表するという形で動画を作っていきたいと思いますので、ぜひ最後までお付き合いいただけたらなと思います。そしたら防衛部署総選挙第10位なんですけども、はい、ガレオ諸葛になっております。これが45人中1人だけ使ってましたね。なんでもう使われてないって言うても過言ではない感じなんですよね。で、どの方がこのガレオ諸葛を使ってたかっていうのははっきり覚えてないんですけども、おそらく専用仁義を完走させてて、他に入れたい武将いるけど、その武将の専用仁義はまだ完走してないと、だからガレオ諸葛をなくなく使ってるんですよっていう感じやと思うんですよね。そのガレオ諸葛が絶対いいんだっていうつもりで使ってるわけではなさそうな気がします。で、なんでこんだけ使われてないかって言ったらですね、やっぱり奥義武将ということで耐久値が圧倒的に低いということですよね。で、その言うたらガレオ諸葛の場合は復活はするんですけども、多分、ガレオ諸葛がターゲット取られたら即死んで、復活しても即死んでしまうんじゃないかということなんですね。だから使われてないんじゃないかなと僕は予想してるんですけどね。まあ、その言うたら地上で攻められた時のということなんで、僕はちょっと地上をやらないんでね、はっきりとはわからないんですけども、そういった理由で外してるんじゃないかなと予想されますね。で、先行においてもですね、別にガレオ諸葛が防衛部署に行っても特に怖くないなというふうに感じるは感じるんですけどね。まあちょっと武将対武将になった時に雷スキルとか食らったらちょっと鬱陶しいなって思う時はありますけども、リュモーがね、ガレオ諸葛にかかったりしたらもうサクサクっと倒してしまいますしね、ここら辺はあまり怖くないかなと、いてくれた方がラッキーかなと、剣武将とか盾武将で固められてる方が、ちょっとリュモーを使う成功としてはやりにくいかなと感じるぐらいなんでね。ってなると、まあちょっといいところがないのかなということで、10位ということになっております。そしたら第9位見ていきましょう。第9位がですね、どこだ?はい、いました。豪気ウキンですね。これが45人中2人使っておりました。なんでまあ、ガレオ諸葛から1人しか増えてないんですけども、ガレオ諸葛の倍使われてるっていう考え方もできるんじゃないかなと思います。これはですね、盾武将っていうことでもう使われてるんじゃないかなという気はするんですけどね。
で、盾武将って他にね、無双武将だったら巨著とかもいますし、通常星7武将だったら張飛とかもおるんですけども、こういった2人に比べたらやっぱりその耐久値が高いって言ったらいいんですかね、耐久力がある武将になってるんで使われてるんじゃないかなということなんですね。実際、先行でやってて、こう呂蒙ですね、呂蒙がこの号泣機にかかったら始末するにだいぶ苦戦するんですよね。なので僕ははっきり言ってこの号泣機が入ってるところっていうのは攻めたくない感じなんですけどね。なのでまあそういったこう先行対策的なメリットもあると思いますし、この言うたらスキルですね、自分と相手を共にロックして8秒間持続するということで、相手の攻撃武将1人をですね、まあ無力化までは言わないですけども、だいぶ弱体化できると。で、この弱体化を解こうと思ったら、この号泣筋を倒さないかんわけなんですけども、で、この号泣筋がなかなか死なへんということになったら、まあ、事故る可能性っていうのもありますよね。どうしてもこう、機能してもらいたい武将がですね、弱体化してしまったせいで、なんかさらち取れませんでしたみたいなこともね、ありそうな気がするので、まあ、使ってみるのもいいんじゃないかなという気はするんですけどね。今は45人中2人ですけども、無双武将としてこの総選挙の中に入ってる武将って言ったらこの号泣筋がですね唯一なんですよね。それぐらいまあちょっと秀でてる防衛武将になってるんじゃないかなと思うんで、もしかしたらこれから使う人増えてくる可能性もあるんじゃないかなと。専用神器も出てないのでその性能次第ではですねスタメンに肩を並べるような防衛武将になるかもしれないんでね、そこら辺は期待したいと言いますか、やっぱり奇襲打武将だけっていうのもね味気ないので、無双武将の中にもこういうなんか特化した武将がいてもね、楽しいんじゃないかなと思いますけどね。これからに期待したい武将ということになっております。そしたら次は第8位ですね。第8位がですね、はい、顔料文集なんですね。ここへアクティブ武将が出てきました。これは面白いですよね。アクティブ武将が防衛に居座るなんていうことはまあめったにないことなんですけども、これ言うたら専用神器は全て完走させているようなガチ勢の方ですよが、使ってるんですよこの顔料文章防衛でね。しかも45人中、5人が使ってるということなんですね。なんで雨金の 2.5 倍と、まあ3人しか増えてないんですけど、それでも結構使ってるなっていう印象ですね。で、スキルを見てみますと、まあその最初の顔料のスキルに関してはアクティブスキルなので発動しようがないんですよね、防衛ではね。ただ死んだ時ですね、顔料が死んだら文集に変わると。で、文集に変わった時に周囲の敵武将を跳ね飛ばして4216ダメージを与えて、さらに1回挑発を行うということが書かれてますよね。なんでターゲットがこっち顔料文集に切り替わるわけなんですよね。これがでかいんじゃないかなと思うんですよね。っていうか他に使われてる理由っていうのがいまいちピンとこない感じなんですよね。ダメージに関してはまあ小さくはないですけども、そこまでめちゃめちゃでかいわけじゃないんでね。で、覚醒はそうですね、体力ブロックとか、まあこれはその顔料分子の硬さ的な点ですね。で、突破に関してもその言うたら相手にこうダメージの進化効果を与えたりっていうこともあったりするんですよね。こういうのもあってその結構顔料分子を入れてる人がいるんじゃないかなということなんですね。これはまあ実際先行で相対したとしてもですね、こう呂蒙が捕まったりしたらちょっと鬱陶しいなと思うんですよね。まあ逆に、武将対武将で捕まった時っていうのは、例えばまあ月影なんかが顔料分子に引っかかったとしたらだいぶ長生きしてくれそうな気がするんで、そこら辺はまああまり痛くないかなと思うんですけどね。だからその対地上の時に防衛に顔料分子がいたりしたらですね、その先ほど言った通りこう挑発なんかが行われた時にですね、これまたその号泣筋と同じでね、こう思った通りに動いてくれないっていう理由にね、攻撃側からしたらなりそうな武将ですよね。で、その試さずに入れてるなんていう段階ではないと思うので、まあ強いんだろうなっていう気はしますけどね。ちょっと防衛うまいこと言ってないわと、なんかあんまりなんだよなっていう方とか、まあ顔料分子取ったけど防衛に力入れてなくて防衛武将まだ全然揃ってないんですよっていう方はですね、よかったら一回使ってみてはどうでしょうかと言えるぐらいの人数の方はですね、使ってる武将ということになっております。そしたら次第7位になるかな。第7位がですね
はい、花崗豚ですね。これはリメイクされたからここに入ってきたという感じでしょうね。45人中6人が使ってたということで、顔料文書と1人しか変わらないということになってますよね。まあこれは剣武将ということで、まあ言ったら盾の次に硬い兵かということになりますよね。なんで使われてるっていうのとですね、まあその陶器を減退させたりだとか、あと結構無敵時間があったんかな、どっかなかったかな、気のせいだったかな、なんかね硬いなっていう気がするんですよね。多分紫竜とか呂布とかと比べても遜色ないぐらいな硬さなんじゃないかなと思うんですけどね。まあこのシールドか、目標に命中した、陶器が自分の身に跳ね返り自身に500ポイントのシールド上限6000と9秒持続と、こういった感じで、まあシールドが貼られたりっていうのもあるし、ここ陶器発動一発ごとに240ダメージを回復とか、あと陶器が 25% の確率で回復するとか、まあこういった形でねスキルバンバン打てたりだとか、あと自分が回復したりだとか、あとこの言うたら状態異常解除して 60% のダメージ軽減であるだとか、こうやって見ると結構この言うたらダメージ軽減するシーンってありますよね。で、リョモなんかで捕まった時っていうのはまあ相手スキル打たないですから、そこまでこう硬いなっていう感じはしないんですけど、それでも紫竜呂布と同等な硬さっていう気はしますし、その地上戦なんかで突っ込んでもですね、割と先ほど見たようなこうスキル発動した時に自分にシールド貼ったりとかダメージ軽減効果を発動したりっていうところもあって、割と硬いんじゃないかなという気はするんですけどね。こう言うたら地上やらない人間の意見からしたら、結構これ花崗豚って硬いんじゃないのっていう印象なんですけどね。それでまあちょっと6人の方が使ってるということになっております。そしたら第6位になるんですけど、こっから2桁人数使っている武将ということになっていきます。はい、第6位なんですけども、はい、なんとなんとここで紫竜が出てきたんですね。45人中19人が使ってたということで、半分以下なんですよね。紫竜って言ったらですね、もう防衛とか怠慢では最強と言われてた防衛武将なんですけどね。で、多分4ヶ月前に統計取った時だったら全員が使ってたんじゃないですかね。それがいきなりこう半分以下になってしまうというね、いよいよ紫竜も世代交代が来たかと、もう攻撃防衛両方で使えない武将になってきたかというところなんですね。ただそれでもこの言うたら45人中19人は使ってるので、普通に考えたら使えないことはないんですよね。で、その言うたら上のこの紫竜より上の順位の武将っていうのも強いんは強いんですけども、紫竜と比べて圧倒的に上ですよっていうほど圧倒的ではないかなと思うんですよね。その言うたら差はねそこまでないんじゃないかなと思うんですよ。なんでその言うたら今紫竜防衛使ってる人っていうのはそこまでがっかりする必要もないと思いますし、まだまだこう多分なんですけど、そこまでこう防衛寄りの武将がね次から次へと出てくるとはちょっと思えないんで、当分まだ使えるんじゃないかなとは思うんですけどね。僕も先行やってるのに紫竜は持ってるというね、で防衛頑張ってないので何のために持ってるんかわからん武将ではあるんですけども、ついにこんな感じになってきましたかね。もうなかなか覆ることはないだろうっていうぐらい強いと感じてたんですけどね、45人中19人が使ってるということになっております。はい、そしたら次ベスト5に移りたいと思います。第5位なんですけども、はい、これもめちゃめちゃ意外でした。花崗明斎ですね。45人中24人が使ってたということで、半分以上の方がこの花崗明斎防衛に選択してるんですね。で、花崗明斎って弓武将なんですよ。言うたら一番脆い兵科の武将ということになってるんですけどね。なのになぜ防衛で支持されてるかって言ったら、僕は理由は2つあるんじゃないかなと思うんですよね。で、一つが、この4回ごとに追加で銃撃を付帯しとありますよね。で、目標の最大体力の 20% のダメージを与え、目標 0.5 秒めまい状態にさせると。これがめちゃめちゃ強い。火力としては圧倒的なんじゃないかということなんですね。ただ、4回に1回しか繰り出されないかという話なんですけど、これがですね、どこかな？
ここか。初めて致命的ダメージを受けると必死に格闘し体力が1ポイントを下回らない。また状態異常無効化は5秒間持続し、さらに続く4回の通常攻撃が全て銃撃に変わると。なんでその言うたら致命的ダメージを受けたらですね、めちゃめちゃ強くなるんですよね。4回も銃撃を放つって言ったらですね、これを言うたらどんな武将でも結構ひとたまりもないぐらいでかいダメージを受けるということなんですよね。しかもその間は状態異常が無効化5秒間ということで止めようがないんですよね。うわやべえ銃撃連発来るでってなった時に、ソナ2強で凍らしたねみたいな感じで凍らせられないんですよね。しかもその言うたら5秒間だったかな、必死に格闘し、1ポイントを下回らないで5秒間持続っていうことで、過去明細5秒間はね絶対に死なんかったと思うんですよね。リョモなんかで切っててもその案外サクッと処理できないんですよね。致命的ダメージ与えてから5秒間こう耐えたりするので、ってなったらですね結構処理に手間取ったりっていうことがあるんですよね。こういうところもあってその防衛で使われてるんだろうなというところですね。まあその言ったらサクッと処理できないっていうのは割と厄介なんだなっていうのが分かりますよね。でまあどんだけ火力があってもっていうことですからね。そのまあ他の防衛武将でもなかなかサクッとは処理できないんですけども、完全に集中砲火もう兵も武将も全てっていうぐらい集中砲火をかます割とサクッと倒せたりするんですけども、妙斎に関してはそういった形でもですねサクッと倒せないということなんですね。でリリースされた時はですね、その先行で使えるのかなと思いきや、あんまりそこまで使われてるような気はしないですし、まあ使ってる人もいて非常に火力出してるんですけどね。でなんかこう外れ吉札武将みたいな感じで言われてた気がするんですけども、なんかそういう意見よく聞くんですけども、まさか防衛で輝く武将だったとは思いもしませんでした。はえーという感じですね。やっぱり なんだかんだ言うと運営さん考えてるなという気はしますけどね。完全に使えない吉札武将というわけではないということがここへ来て、まあだんだん分かってきたのかなということですね。これからもどんどん増えていきそうな気がします。そしたら次、四天王ですね。第4位なんですけど、第4位がですね、はい、猛核ですね。息長いですね。で、こう使われなくなってた瞬間みたいなのもあったと思うんですけども、主君が外せるようになってまたこうスタメンに返り咲いてきたっていう感じですよね。この猛核は45人中33人が使ってたということで、もうだいぶもほとんどの人が、まあ、猛核入れてるっていうことですよね。で猛核の特徴としてはこれもまたその妙斎と同じでですね、この陰血ですね、5秒間全てのダメージを吸収し、吸収したダメージの 50% を自分の体力に転換するとありますよね。ということはこれ5秒は絶対に死なないんですよね。どんだけ集中砲火してもこの5秒間っていうのは死んでくれない武将ということになるんですよ。っていうのがやっぱりちょっと鬱陶しいと捉えられてるのかなという気がしますけどね。それぐらいまあ硬い武将と、でまあ盾武将ですからね、その基礎的な体力自身もね多いですしね。ただその火力に関しては本当にもうないに等しい感じですよね。3桁ダメージですからね、を、目標4体に3回ということなんで、まあダメージは知れてます。全然怖くないです。なんでこう盾役という感じですね。この猛核にターゲット取られてる間には他の武将で何とかするというための武将ということになってますけどね。そして次第3位なんですけど、3位2位と1位、この3人の武将はですねもう1位です。これは45人中45人が使ってました。この防衛武将に関しては、その防衛武将を3人今から発表していきたいと思うんですけど、それがですねリクソン、リョフ、ソウソウですね。この3人の武将はもう全員が使ってました。まあこれは言わずもがなという感じですよね。リクソンに関してはもう何がどうあっても止められないこの火炎剣ですね。この火炎剣の火力がバカ高い上に止めようがないというのがまあ鬱陶しいということですよね。で、呂布に関してはこのダメージ軽減を無視するまあそのリアルダメージですねのこの弓形態の火力ですね、これがないとその言うたら曹操とかを倒すことができないみたいなね。まあその画竜諸葛の雷なんかもそのリアルダメージだったりするんですけどもね。
それでもまあちょっとそれだけでは足りないということで、やっぱりそのリアルダメージメインでのまあメインアタッカーって言ったらいいんですかね、アタッカーって言ったらいいんだろうか、防衛と言ったらいいんだろうか、まあそれはこの両方になるんじゃないかなと思いますけどね。でこの曹操に関してはもう言わずもがなですよね。圧倒的硬さを誇る武将ということになってるんで、もう全ての武将で一番硬いと、ダントツで硬いというのがですねこの曹操ということなんで、これだけ使われてるということですね。この3人はもう外せないということで、まあ3人同率1位ということですね。でまとめるとこのような形になるんですけども、なんかねこの曹操、陸遜、呂布とかでなんかこう三国志の中で特に活躍してるような武将たちがこう上位に並んできてるっていうのはちょっと嬉しいですけどね。でまあ猛角とかに関してはそうでもないですし、その花公園、花公明祭ですねに関してはまあちょっとその三国志演技しか見てないという方にはちょっと馴染みは薄いかもしれないんですけども、まあそれでも有能な武将には変わりないですよね。ということで、なんかこう変な武将が入ってきてないっていうところではですね、なんか史実通りになって僕はちょっとこういうの嬉しいなって感じてしまう方なんですけどね。皆さんはどのように感じたでしょうか。はい、そしたら次はですね編成で見ていきたいと思います。編成は、トップ3だけ発表させていただくということをお伝えさせていただいたので、第3位から見ていきたいと思います。第3位がですね、顔料、陸遜で、曹操、明祭、呂布と、この5人ですね。いや変わってる編成ですよね。顔料文集が入ってるっていうのがまあ一番の特徴ですし、紫龍が外れてるっていうのも特徴ですよね。で弓武将の明祭が入ってるっていうのも特徴の一つだと思います。この編成がですね、45人中4人が使ってた編成ということになってます。3位で 4人なんで、もう本当に票がばらけてるんですよね。もう1票とか2票の編成っていうのが非常に多かったです。まあなんでこう3位でも4票しか入ってないということなんですけども、こんな感じでこう顔料文集入りの編成っていうのが上位に食い込んでくるっていうのはものすごい意外だなと思いましたけどね。そしたら次第2位なんですけど、第2位の編成が猛角、紫龍、曹操、陸遜、呂布と、この5人ですね。僕はねこの5人が圧倒的1位だろうなって思って統計取ってたんですけど、全然そうじゃなかったですね。45人中12人が使ってる編成ということでしたね。でちょっと前やったらねこの5人がね、圧倒的1位の編成だったと思うんですよ。4ヶ月前がどうだったかなーっていうところなんですけども、この猛角が主君かっていうところだったと思うんですよね。で主君が切り替わって、普通の武将に使えるようになってこの編成になって、でこれがしばらくカチッと固まってたと思うんですけどね、これがまあ変わってしまったということなんですね。2位に落ちてしまってるわけなんですよね。じゃあ1位はどんな編成なのっていうところなんですけども、猛角、陸遜で曹操、明祭、呂布という感じですね。紫龍が明祭に変わったということなんですよ。これが45人中18人が使ってたということでトップということになってるんですけども、なんでこう防衛として紫龍より明祭の方が鬱陶しいなっていう風に感じる方が多いからこそ使われてるということだと思うんですよね。これも意外というか3位と1位に明祭が入ってきてるということで、これそのうち明祭がその陸遜、曹操、呂布と並んでですね、もう完全にトップ4みたいなことになる時代がねもしかしたら来るんじゃないかなと思うんですよね。これなんで訪問かって言ったらですね、紫龍の専用神器は持ってて、明祭の専用神器はまだ完走してないよっていう人はですね、おそらく紫龍使うと思うんですよ。ただ、やっぱり時間が経ってくると、各武将の専用神器っていうのが仕上がってくる人っていうのが増えてくると思うんで、明祭の専用神器ってなったらですね、こう紫龍の専用神器よりもいいかなっていうことで、明祭を入れるという人もそこそこ出てくるんじゃないかということなんですよね。なんでこの編成っていうのがこれから数字を伸ばしていきそうだなという気はするんですけどね。まあ顔料文集も面白いんですけど、それでもやっぱり、受動武将がいいかなという気が僕はしてしまうんですけどね。もう考え方が古いのかもしれないですけどね。という具合でですね、今回の、総選挙を終わっていきたいかなと思うんですけども、その僕の一番の収穫って言ったらやっぱり加工明細が使える道っていうのが見えたっていうのがですね、
これが大きいかなという気はしましたけどね。で、僕もずっと毎日ゲームログインしてそこそこやってはきてるんですけども、あ、こんな風になってるんだっていう、統計取ってみんかったらわからんかった部分も多かったので、今回は統計取るのも楽しいみたいなね、この言うたらどうせこんな感じになるんだろうって思いながらやってるんとですね、あれこれはちょっと結末が予想できないぞと思いながら、やっぱり統計取るのとではですね、その統計取る楽しさっていうのも変わってくるんでね、今回は非常に楽しく、統計を取ることができましたというような内容の総選挙となりました。今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方は、グッドボタンとチャンネル登録、あとツイッターのフォローの方よろしくお願いします。ツイッターのリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。